今です。こんばんちは。アンデルセン公園、散歩をするします。前編見てない方はこう前編から見てください。太陽の橋を前回渡ってきたんでアスレチックですね。ここはまあ一応ね、これが地図です。はい、今現在地がこの辺ですね。で、動画始めたのがこの辺。はい、多分この辺まで行くと思います。はい、次行きましょう。ここが水上コースです。ここでいろいろ水で遊びます。今日は水では遊びません。で、さっきまで、目の前にあるドームで、イベントが開催されていたんですが終わってしまいました。じゃあ今日は、こっち行きます。こっち行きます。この道を歩いていけば、滑り台があります。まあ、ここでみんなテント張ったりしてご飯とかみんな食べています。まあ、正直言ってここは小学生以下とか小学校とかの中心にした遊び場ですね。あれが大きい滑り台です。で、見えづらいと思うんでもうちょっと近く行きます。ちょっと審査員の皆さん、ですね、ですから、はい、こんな感じですね。まあ、結構混んでます。はい、でもね、ボルダーみんな遊んでます。テニスとかね、バドミントンとか。はい、ここがアスレチックです。わかります。難しいやつもあれば超簡単なやつもあります。僕はまだ途中までしかやっていませんがね、みんな子供がね遊んでます。僕も子供ですね。で、もう中学生になりました。一昨日から、はい、今回は、この辺にしたいと思います。まあ、皆さんも来てください。一応ね、はい、では、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、前編見てない方は、まあ、後編を見てください。最後にブルーとしてまいります。